オ,オカメの木は、添福草かがまず未属の落葉低木小高木。別名で、虫狩りとも呼ばれる。落葉紅葉樹の田高木で、樹高は2から4メートルくらいになる。枝は水平に出て、やや斜上し、鹿の角上に伸びていく。樹皮は、肺褐色で、皮目が目立つ。一年枝は、紫褐色を帯び、ほぼ無毛で、単枝もよくできる。若い樹皮は、 皮目が縦に連なり、次第に筋になってくる。葉は枝に耐性し、形は円形で葉の先端は尖り、葉園は全縁になる。他の二多種と比べると葉脈がシワ状に目立ち、また形が亀の甲羅に似ている。芽吹いたばかりの葉は独特のベージュ色で、綺麗に耐性した姿は春先によく目立つ。夏季は四から六月で、白色の小さな両生花の周りに、 大きな5枚の花びらを持つ草食毛が縁取る。また、果樹の基部に柄が発達せず、溶液から直接出るのも特徴である。夏に赤い果実をつけ、秋には黒色に熟す。野鳥が熟した果実を食べるため、冬には残らない。糖芽は裸目で柄があり、正常毛が密生する。香川はほぼ休憩で、調整速芽を伴って、糖芽の頂に生え、 可愛らしい形で目を引く。枝の側画はあまり発達しない。葉目は長大円形で、柄があり、幼い葉が向き合ってくっついている。唐賀の脇にある葉根は、頭照型や三角形で、遺憾タバコンが三個つく。日本の北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の胸場やナ,バヤシナや、新葉樹林内に自生する。古い APG 体系では、ガマズミ クロンキスト体系やエングラー体系では、スイカズラ化に分類されることもある。ありがとうございます。